日本埼玉県埼玉市西区差し置き漁、別所差し置き漁別所は、埼玉県埼玉市西区の大技。郵便番号は331-0073。県東部、埼玉市西区北部の大宮台地上に位置する。町域の周囲を、荒川や、滝沼川周辺の中石平野や、そこから伸びる、海石国が取り巻いている。川越市と、 西区との市境付近に入会地の名残の飛び地が2箇所存在する。地区の南側は市街化区域、それ以外は市街化調整区域であるが、桜木駅からも近く、市街化調整区域であっても農地は少なく、地区の西側では、国道16号西大宮バイパス付近は、定地が埋め立てられ、小建て住宅が整然と並ぶ。市街化区域内には、住宅地が広がるが、 差し扇五十53号生産緑地地区と称される生産緑地地区も存在する。住宅地の地価は2019年1月1日の工事地価によれば、大技、差し扇ウギ別所技滝沼304の2の地点で13万2000円、平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵区に足立群差し扇ウギに属する別所村であった。江戸初期に、 差し扇村より分尊された。村高は、昭法年間の、武蔵国伝園墓では72国、玄禄豪町や、天保豪町によると79国余りであった。助ケ豪は、中山道上げ尾塾に出役していた。活性期の世帯数は16件で、村の規模は、東西2丁余り、南北1丁半であった。荒川に、下谷原入海地を漁していた。また、 宝来村や入間郡古屋上村に飛び地があった。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は敷設されていない。最寄り駅は川越線差し扇駅で大技、差し扇量別所技滝沼304-2の地点よりおよそ400メートル離れている。 地区内には路線バスがなく、埼玉市のコミュニティバスを及び乗り合いタクシーを運行している。以前は、東武バスウェスと上尾営業所及び大宮営業事務所の差し置き別所停留所が設置されていたが、差し置き駅北口の開設に伴いバス路線の経由地から外れた。ありがとうございます。